これが八極拳八大将の奥義、陽子戦輪。え？おい、最後のページがないぞ。何？どうすんだ。バイロー氏だったらこの続きを知っているかもしれない。聞いてみるか。これは陽子戦輪、中国憲法の中でも屈指の破壊力を誇る八極拳の奥義。最後のページが抜けています。老師なら推測できるはず。教えてください。お前さんとのサンダの時、八極拳の技をいくつか見た。誰から教わった？父や香港の唐李翔老師にです。唐李翔、その名は聞いておる。八極拳の素養が少しはあるということか。お願いします。教えてやってもよいが、クンフーが足りなければ威力も半減する。分かっています。そうかな。お前さんのクンフーが足りているとはわしにはとても思えんが。ロシ、俺は武神道の白龍。え？両者の先の道場におる修行者じゃ。なかなかに腕が立つぞ。その白龍に勝ってみよ。武神道の白龍。そうすればお前さんのクンフー認めてやろう。さあ今回はシェンムー3進めていきたいと思います。早速ですが、なんとクンフーのゲージというか、クンフーが足りない分はこの白龍に勝てば認められるという、白龍に勝つ程度のクンフーがバイロー氏が求めるレベルってことですね。そして陽子戦輪5000元もしたのに不良品だったというね。まずはあそこに尋ねに行けばいいのに、バイロー氏にならきっと知っていると。まあ知ってるんだろうけれども。まあなんか順番がおかしいですね、量の。なんで今回は武神道に行き白龍を倒すということですね。早速やっていきたいと思います。なんか最近戦ってばっかりだな。戦って、ギャンブルで金作って、戦ってギャンブルで金作ってと、かなり廃れた生活になってますね、寮は。どうなってんの？横須賀のあの、おばさんが見たら悲しむぞ。さあ、ドイツが白龍なんだ。あ、いたいた。こんにちは。白龍と戦いに来ました。すみません。鍛錬はいつでもできますぞ。鍛錬ではなく、はい、戦いたいんです。鍛錬ですな。木人でクンフーを積むもよし、サンダで技を磨くもよし、試合で自分の力を試すこともできますぞ。両の前だけ雨降ってるわ。またさてどうしますかな。試合じゃ試合。試合をなさいますか。今度は黒狼が対戦相手となります。はい、黒狼、これ白龍行くまで結構長そうだ。うわ、なんか雑魚そうな坊主が出てきた。これは勝てるだろう、余裕で。弱そう。さあ、パパッと勝って白龍倒して老師のもとに行きましょうか。くそ、来いよ来いよ。ほらほらほら、お前もう弱いわ。やるな。せや、よし。順調に勝ち進んでいますね。最近バトルが快調だな。黒狼に勝ったので二段に昇段です。やっぱ1対1はいいね。ってください。え、これ毎回やんないといけないのか。バトルじゃ。鍛錬木人、はい、試合で。さて試合じゃ。試合、次なる相手はセイロー。あー、なんかあの、なんだこの肌と風貌が似合わなすぎる。肌若いのにこの老人みたいな眉とヒゲ。弱い。
弱すぎる。早く白龍出してくれ。なかなかやりますな。聖狼に勝ったので、あなたは三段です。昇段した。見事な勝利でした。この調子で励んでください。はい。これ後ろに書いてあるな。白龍は一体どこだ。これこれこれ、白龍九段。あれ、リフタンブリンと戦ったよね俺。ってことは俺は九段レベルなのに今三段。次白露1、2、5段、1、2、3、4、あと6回だ。あと6回戦えば試合を。今度は黒龍だって。次白龍じゃん。こいつ倒せば白龍だ。なんかちょっと強そうになってきた。させるか。やべ強い。避けづらくなってきたよね。なんの、やべ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 、これ次ミスったら終わる。あ、やべミスる。よし、アップね。ギリよいしょ。黒龍この長段。次青龍。黒龍なのにまだ白龍出てこないの。おー、青いわ。次ぐらいかな白龍は。強そうだな、さすがにここまで来ると。慎重に一発ずつ入れていこう。あ、ミスったミスった。やっべ、前がむずいなこいつ。やっべ、いやー負けちった。やべ、もう体力回復する金も食べ物もね。どうしよう。何か食わないと力が出ないな。飢えてるわ。アルバイト、あえてやる感じじゃないよね。でもなんかやんねえとこれもうダメだ。誰がアルバイト募集してんのこれ。こいつか。すみません。やっと来たか。アルバイトってどんな。フォークの野郎が急に腹痛を起こしやがったんだ。でも俺一人じゃとても無理だ。金は払う。だから荷物を運べばいいんですね。やってくれんのか。散々やってきた横須賀で。やっぱバイト系だなこれは。今日はね、やってやるか。やらせてください。こりゃ助かるぜ。早速始めてもらおうか。懐かしのフォークリフトだぜ。そこにある荷物をこのフォークで船に運んでくれ。どうやって運ぶのあれ。地図はこれだ。おお、上がりづらそう。じゃ、よろしくね。うむ、バイトデーか。懐かしい。2段まとめては運べないな。え、無理はやめよう。あ、これ2段なのね。いや、こんな悠長なことしてる場合じゃねえんだよ。マップ、全然わからん。とにかくあっちか。あ、てかコーンで区切ったんじゃん。いけ。やっぱレースしてるときは楽しかったな。バイトはつまんねえんだよな。なんか随分とフォークの感じも変わったな。さあ、ラス1です。なんでここで上がんねえお前。こっちはもう下げてあんだから余計なことすんじゃねえ。よし、オッケー。え、なんで上がんで。よしよし、終わり。5分の5だからもうこれで終わりじゃねえの。まだ運べるってこと。うん、一応あるんだね。
時間いっぱいはやれってことか。ノルマが5分の5でプラスアルファってこと。ギリギリ間に合わないか。最後ね。今日はここまでか。ちいくらくれんのよ。280円。ケチ。やるでねえか。うちの旗場は厄介なのにノルマも達成して大したもんだ。さんざんこっちは横須賀でやってんねん。色つけとくぜ。え、ありがとうございます。プラスアルファなんかもらえんの。おお、280件だった。また来てくるよな。ではまた。まあいいや、とりあえずこれで食料買いましょう。はあった。変身。どれだ。これがいいだろう。150ぐらい買っとく。よっしゃ。 ありがとうね。もう87件。あのババアに払う金も怪しくなってきたな。旅費じゃねえ、宿泊費か。大貧困だよもうこれ。要はこのシステムなんとかならんのかね。何か食べないとな。もうちょっと金に余裕を持たせてほしい普通に。はい。なんか普通にパンチ連打が強いのこれ。連打してって最後にちょっとハマっていくなこれ。連打しとけば相手はひるむし攻撃受けてくる。これがハメ技なのか。一応ガードしてるけど時々入る。でもあと一発で死ぬぞこっちも。これでひたすら攻撃が入るのを待った方がいいんじゃないか。あ、これ勝てんじゃない。なんて不毛な勝ち方なんだ。ひどいね。よく清流に文句なし。ああ、商談だ。試合お好きですね。そういうわけじゃねえんで。では、あ、来た白龍。骨のある相手を呼びましょう。強そうだな。白龍という男です。勝てますかな。勝てないかも。おお、達人のオーラが半端ない。強そう。こんなパンチ連打でもう勝てる相手じゃねえな、これは。よし。おお。あれでもなんか連打で勝てそうな雰囲気もちょっとある。ひたすらパンチっていう。ひたすらパンチ強え。ひたすらパンチ強えぞ。これで何回か入ったところでこれだ。よしよしよし、これはハメ技じゃないか。何回か入ったら技。もうめったに入らないけど。入った入った。よっしゃー、これ勝てる。白龍、白龍勝てるぞこれは。あと一撃入れば。なんてひどい攻略法なんだこれ。クンフーのかけらもね。あと一発だ。入れ入れ、いけるいける。ひどいぞこれは。あー勝った。ひでえひでえ勝ち方だな。勝ってしまったよ。白龍に勝つとは。良いものを見せてもらいました。商談おめでとうございます。見てたあの勝ち方。あなたほどの猛者は勝負でもそうそういませんよ。白龍の方が強いよこれ。商談しちゃった。これでバイ老師に技を伝授してもらえる。おー、なんとか老師のところへ急ごう。なんとかなったわ。あぶねえ、マジ不毛な試合だな。さあ老師教えてくれ今度こそ。これでクンフーは完璧だ。積みまくった。老師勝ちました。白龍に教えてください。老師。ん？武神堂で白龍さんに勝ちました。お願いします。八極拳の奥義を俺に教えてください。うん、
うん、よかろう。よかろう。ついにハードルクリア。この技は鉄山鋼の習得が条件じゃが。鉄山鋼は知らん。知ってるらしい。敵の攻撃をかわし素早く後ろに回り込み鉄山鋼を仕掛ける。わしを相手に仕掛けてみろ。鉄山鋼とは。あ、死んだわ。ミスった。もう一回。入った。あれ？これが奥義なの？そうじゃ。よし。もう一度やってみるか。むずいな。一応やっとくか。お願いします。うん。左に避けて、この後どうするんだっけ。よし、上からほぼ一周みたいな感じか。俺は強い技を。そうじゃ。習得してしまった。よし。もう一度やってみるか。もうやらん。これで勝てるのか、あいつに。あのゴリラみたいなやつに。技を覚えたとて使い手の功夫が足りなければ威力は半減する。そりゃそうだ。鍛錬を怠るでないぞ。はい。ありがとうございました。よーし。新しい技を手に入れたぜ。八極拳の奥義ってやつは分かったのかよ。分かった。ああ、バイ老師に伝授してもらった。よっしゃ、今度こそあの熊野郎をぶちのめしてやるぜ。お前は何にも変わってねえだろ。夕方の5時、レッドスネークどものアジトの前だ。いいな。よし、ついに決行だ。分かった。さあ、じゃあ今回キリがいいので、ね、一回ここで終了して、次回レッドスネークのあのゴリラに勝負を挑んで勝利を収めたいと思います。さあ今回はこの辺で終了します。じゃあお疲れした。バイバイ。